埼玉県本庄市の市道で太平洋戦争中に投下されたとみられる不発弾が見つかって自衛隊などが周辺を封鎖して撤去作業を行いました。先月、本庄市共栄で道の改修工事中に不発弾が地下に埋まっているのが見つかりました。午前9時半から不発弾の撤去作業が始まり、およそ300人の住人が避難しました。怖さとかもあります。あります。万が一ね、70年も経ってるんだから、もうそんなことはないと思うけど。この爆弾ですが、長さ1メートルほどで、太平洋戦争中にアメリカ軍が投下したものとみられています。およそ1時間後に撤去されて、立ち入り禁止や交通規制は解除されています。